シャドウガーデンか。まったく余計な火種を見つけてきたものだな。今回の出撃は君の主導で行われたと聞いている。貴重なテンプラーの多くをみすみす失ったことに申し開きはあるかね。ございません。私の不徳の致すところです。テンプラーの異端審問権の行使は4年単位の持ち回りで、オルムの司教が監査役となることで成り立っている。どうしてこのような仕組みとなっているのか、テンプラーを率いている君なら分かっていよう。それは各教区の司教による審問権の乱用と、ディアボロス教団による審問権の独占を防ぐためです。その通り。教団より生じた聖教が互いに持ちつ持たれつなのは、教団側ではなく聖教側が審問権を行使できる立場にあるがゆえ、すなわちテンプラーが審問官としての使命以上に守るべきは見張りとしての領分なのだよ、ヴィクトリア君。よって君にはしばらく普段の聖女としての働きに集中してもらいたい。そんな。今回の件にテンプラーが半ば強引に介入したこと、そして兵を失った君自身が無傷で帰ってきたことで、テンプラーが審問権を独占している事実そのものに改めて教団側から疑義が呈されているのだからな。我々は異端者を断罪すべく行動したのです、ドレイク司教。1年半後の私はドレイク大司教になるのだ。聖地リンドブルムの大聖堂の政務を担う大司教に。よって私が監査役の代にあって乱りに審問権を行使し、失敗によって足を引っ張るような真似は控えてもらわねばな。見張りの見張りとて、女神ベアトリクスが見張っておられるのですよ。何か言ったかね。いえ、失礼いたします。それが世界を管理する方便と分かっているにもかかわらず、純粋に信仰を重んじる姿勢が裏目に出てしまっているな。テンプラーの歴史始まって以来の才能と実力を持ちながら、外界との接触で余計な知恵をつけてしまったか。しばらく戦いから引き離し、飛躍の量を増やしてより強い女神の声を聞かせてやらねば。ガンマ、イータ。イータ、これは嫌な予感。先に言っておきますけど、予算を増やしたりはしませんし、危ない実験台にもなりませんからね。まだ何も言ってない。用事はそのどちらでもない。それはそれでなんだか身構えてしまうけど、じゃあその用事お伺いしましょう。ふっふん。ガンマ、石油を探しに行こう。石油？それに行きたいじゃなくて行こう？もしかしてその石油というのは主様のおっしゃった影の英知？うん。おお、その石油というのはどんなものなのです？それはね、すごい。そのような資源を、油田を見つけ出せたなら、この世界のエネルギー事情が一変するわ。魔力に頼らない文明の進化の鍵にして、影の資源、私もとっても興味ある。
だからガンマ、石油探しに行こう。出てきそうな場所の目星もうつけてある。いいでしょう、主様の言葉は全てに優先いたしますから。それでその出てきそうな場所というのは？ここがアレクサンドリア。ええ、そしてここが聖地リンドブルムで、ここがミドガルオート。ここが都市国家軍。そしてそして目的地はここ。ここはベガルタ帝国。ベガルタ帝国、ベガルタ帝国のどこなのかしら。帝都からはかなり離れた辺境のようだけど。ふぁ、やっと着いた。ここがベガルタ帝国の辺境、マドリー。びっくりするほど何もない。街がほとんど機能してない。ここって一応街なのよね。ミドガル王国の山村よりもさびれてる。いっぱい移動したから眠気通り越した。開いてる店がぱっと見見当たらない。ゴーストタウンと言っても過言じゃない。拠点となる町がこの様子だと、周辺の村や集落は基本的にもう滅んでそうね。それじゃあ石油の調査開始。ちょっと待って、イータ、その前にこの町についてちゃんと把握する方が先。油田を探索する上で周辺の環境や地質を含めての継続調査になるなら、これは絶対条件よ。うん、了解。で、どこからどうやって調べるの？どこでって、それはもちろん、こういう時は町役場。そうよ、役所のような場所があるはず。本物のゴーストタウンというわけじゃないんだから。おー、頑張れガンマ。他人事みたいな態度取ってないで、イータもちゃんと手伝いなさいよ。ベガルタ帝国領マドリー、帝国最東端、周辺を山脈に囲まれた辺境の町。最寄りの都市からの通常の移動における所要時間は、険しい山道により徒歩で1週間を要する。荷物を積んだ馬車においては安全な移動を心がけた場合、迂回路を使用する関係で1ヶ月は想定しなければならない。この町に比べればミドガル王国郊外の田園地帯はもちろん、影農寮もまさしく立派な都会であると言える。町並みの過疎化はひどくて、山道は険しく、交通も発達していない。息の根が止まる寸前の、いえ、むしろもう実質的に止まって久しい町よね。これじゃあたとえこの地で油田が見つかったとしても、石油をどう流通させるのかという問題に直面してしまう。いいと？古い建物いっぱい、見たことのない建築様式、面白い。そう、町並みはとにかく古臭くて、町がこんな辺境にあるのに古い建物がメインストリートにたくさん立ち並んでる。これだけのものをこれだけの数建てるには、当然建材や物資に人手も相当必要になるはず。つまりこのマドリーの交通事情じゃ絶対にありえない流通が成立してるってこと。つまり昔は寂れてなかった。
ここまでの道も歩きやすかったのかも。そういうことよね。つまり何か致命的な交通上の障害によってこの町は廃れた。油田の候補地を探る前にもう少しこの町の調査を進めましょう、イータ。いえ、新進気鋭の建築家、イータ・ロイドライトさん。うん、あなたの職業的見地からも情報を集めるわよ。いや、危なかった。道が切り立っているから転ばないようにしないと。何か分かった？ええ、この川、ナール川がかつてマドリーへの物資や人的資源の輸送路として使われていたのは間違いないところね。ベガルタ帝国領ナール川、辺境の町マドリーに面し、下流は都市国家群の多島海へと続いている河川。山間部の川であり、切り立った岩壁によって着岸の可能な沿岸部は極めて少ないものの、マドリーの近辺には輸送船の停泊可能な沿岸が存在。大船団を構成しての輸送こそ困難ではあるが、辺境の町の経済を不足なく機能させる輸送路として川を利用する上においては十分に条件が揃っている。イータの建築家的見地によれば、マドリーの旧建築群は船舶による人的資源と資材の輸送によって問題なく実現したものであろうとのこと。そして調査の結果、100年ほど前から停泊可能な沿岸部周辺を強力なモンスターとされる外流マラクが縄張りとしており、マドリーの町はこのマラクを討伐することができず、結果として財政を疲弊させ、輸送ルートも閉ざされた結果、町の過疎化が加速度的に進行したという事実が判明した。辺境の町が輸送路を害する外流マラクによって過疎に陥り、中央からも捨て置かれている。考え方を変えれば改善の見込みはなくもないけど、マラクを倒せばこの川をまた海運輸送に使えるようになる。でもあの町にそこまでする価値なさそう。ええ、正直いないのよね。平和になってもどこにでもある古い辺境の町に戻るだけ。つまりリスクを取っても見合うリターンが少ない。苦労して討伐隊を送り込んで取り戻すべき資源や価値もない。そういう事情があるから帝国側も放置しているのでしょう。そして仮にこの地域に石油が出たとしたら、ナール川の支流を町に直結するよう拡張して船団で多島海と行き来可能な運河を整備するといった地域事業レベルの開発計画によるテコ入れが必要になる。今のナール川で運用できる輸送キャパシティでは油田によって発生するであろう特需を抱えきれないから。以上の観点から、時間と調査費用をこのマドリーに投入すべきかは現時点での判断ではあるけど、このような土地柄かつこのような状況で今のところは石油が出るかどうかがわからない以上、現状三つ星の資産を厚く投入するわけにはいかないわ。仮にベガルタ帝国に三つ星の支店を出すとしても、ここではなく帝都を最優先する形になるでしょうね。ガンマの刑事、ロマンがない。言うと思った。ケチで結構。もちろん決して主様の影の英知を軽んじているわけではないのだけど、イータの研究費をマドリーの石油調査に回してもいいなら話は別よ。それは絶対に許可できない。資金の使い道で研究費は全てに優先する。それ見なさい。あと
全てに優先とか絶対そんなことありませんからね。石油が出ればガッポガッポ、研究費も増える。それなら石油は掘るべき。まったくもう、いいだったら。まあ調査自体は長期計画を前提に進めていきましょう。地の底に眠っているものは逃げたりしませんから。そろそろ話に聞いた停泊可能な沿岸部だけど。おお、いる。あれが役場の人が話していた海竜マラク。確かに大きなトカゲというか特徴的な外見をしているのね。でもあの見た目を竜と呼ぶのはちょっとピンとこないというか。うん、竜だ。本物の竜。そう？町の人が勝手にそう言ってるわけじゃなくて？それもあるかもしれないけど、背中のあたり、あれ、翼が退化した後、昔に翼の生えてる大きなトカゲだったなら、それは竜に極めて近い生物。本物の竜なら興味深い。倒して解剖して面白そうなこといっぱい。それじゃあ竜の調査開始。ちょっとイータ、竜よりも先に石油の方を。ってイータ、待ちなさい。霧の竜みたいに強かったらどうするの。じーん。あのねイータ、私たちの一番の目的は油田の探索であって。じーん。足音も立てずにあんなに素早く。イータって実はゼータのように動けたの。そうそうそう、マラク、魔力探知のセンスなし。スライムの上に乗って音もなく動いてる。なるほど、あれなら無音で。冴えているわね。同時に相手の知覚能力も探っているんだわ。で、だからイータ、優先順位を履き違えないで。仮に相手が竜で向こうから襲ってこないなら、あえて手を出さずにやり過ごすことだって。はい。スライムを岩のように擬態させた。スイスイ。その岩に隠れて平行移動。あんな見え見えの動きをしたら絶対に気づかれる。全然気づいてないっぽい。マラク、総じて感覚鈍い。もしかして思ったよりも凶暴だったりはしないのかしら。触りだけ観察してきた。そのどうだったの。うん、知能低そう。勘も鈍い。断定はまだできないけど、表皮はすごく硬そう。牙と爪は見た目かなり鋭い。パワーもありそう。この辺りはすごく竜らしい。そう。それじゃあガンマ、直接フラフラ近づいて攻撃してみて。わかったわ。って、それはおかしいでしょ。どうして私が無防備に近づかないといけないのよ。知識の探求に危険はつきもの。今探求しなくちゃいけないのは石油でしょ。
でも結局掘る場所確保するならこの辺りで一番標高の低い部分、つまりあのマラクがいるあたりだから、どちらにしてもどいてもらわないとダメ。それは確かに、倒せるようだったら倒して、難しいようだったらおびき寄せる、これでいいわね。うん、うまく誘い出せたら骨は拾ってあげる。生贄にするノリで送り出さないで。まったく、どうして私が。勝てたらガンマドラゴンスレイヤー。ドラゴンスレイヤー？シャドウガーデンではまだマスター一人だけ。うまくいけばガンマが二人目。頑張れ。頑張ります。目の前に出ても反応ないわね。寝ているわけではないのよね。どちらにしても的が大きいから外す心配はない。たくさん魔力を込めて叩き切る。切るときは強そうにシュッって言う。シュ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 ー。全然通じてない。ビギャー。いったー。重い。攻撃が重い。普段は縄張りを動かず微動だにしない。でも触れると途端に凶暴になる。動きまで鋭く。急に手がつけられなくなって。この霧の竜みたいに言葉喋らないのかな。このまま観察続行。ガンマ頑張れ。ちょっと、いいたー。うわー、シュ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 ー。おお、上振れ。当たった。今日の私はとっても調子がいい日。よし、このノリと勢いで。ねえ、全然効いてないじゃないのよ。霧の竜の時と違ってちゃんと表皮は貫通できてるのに。何より私だってあの頃よりも強くなってるはずなのに。やべえ。強い、早い、硬い。こんなにも間抜けそうな顔してるのに、やっぱり竜なの。ガンマ転ぶの怖がって攻撃あんまり避けようとしない。だからこういう時すごく調査の役に立つ。さあ争え、もっと争え。試合。どうしてこれだけシュシュシュっても攻撃の通ってる感じがしないの。お、それはマラクが超スピードで傷口を再生してるから。あい、一番最初の攻撃で観測できた。そして何度も観測して過程は確信に変わった。シュ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 のシュとシュの間でもう再生が済んでる。だから傷ついていないように見えるし、実際に傷ついていない。
そんな、でもそれなら渾身の力で一撃必殺を狙えば。それは確かに手段の一つとして有効かもしれない。ガンマがその大振りの一撃当てられるならだけど。ひどい！その言い方はひどすぎるわよ、イータ！今すぐ私に謝って！すまなかった。許してくれ。なんて心のこもってない謝罪なの！ですが、私が未熟、かつ敵が特殊な相手というだけで、主様の教えが間違っているわけではなかった。わー！ガンマ、ガンバ。さすがにヘトヘト。少し休んでから仕切り直したい。あ、言うの忘れてた。まだ何かあるの？仮に一撃必殺できても、このマラクがもし本物の竜だったら、霧の竜と同じで特定の方法じゃないと倒すことはできても殺すことはできないかも。なんてこと。私としたことが完全にその法則を忘れてた。ガンマ、ドラゴンスレイヤーの称号に目がくらんだ。おかげでスムーズにじっくり観測できた。観測は中止！中止よ！倒せない相手に粘り続けたって。この竜をここから動かせないのは尺だけど、ひとまずこの場を離れて。動かないなら動かせばいい。スライムを私の形に擬態させた。スイーン。で、私がこうして目の前にいるのに、あんな見え見えの音に引っかかるわけ。あれに引っかかるの？知能は思ったよりも残念な竜でも研究しがいある。石油を探す調査と一緒に竜の生態も研究できる。マドリー、ここは楽しいところ。今この世界の中で本気でそう思っているのってきっとイータだけなんでしょうね。石油調査すぐ始める。ここがマラクの縄張りなら、スライムの効果切れたら戻ってくるかもしれないけど。それならひとまずこの場を離れましょう。石油を掘るにしても他にも検討すべき場所はあるはず。おお、ここが。はい、主様。ここがシャドウガーデンの本拠地、アレクサンドリアでございます。アレクサンドリア。なるほど。昔に滅亡した都市の遺跡を再利用して自給自足ができる場所に開拓しているんだな。悪魔月が治っても社会復帰ができるかといえば、この基本ヒャッハーな世界ではハードルがなかなか高い。そういう世間の状況を考えれば、こういうだだっ広い隠れ里でつつましく生活をしていくというのはありだろう。あの毒性の霧が漂う森と竜の存在の二段構えで何者かに攻め込まれたりなんてこともなさそうだし。そういうことか。主様、ここが訓練場でございます。日夜ガーデンの構成員はこうした施設で訓練を行っております。
ぼやぼやするな。残り1セット全力を絞り出せ。訓練、ここってどう見てもイータの壮大な悪ふざけだよね。構造的に勝ち抜き戦を強要するような作りといい、訓練場というよりは決闘場って言った方が正しい場所だ。まあこの場所はイータらしいとして、あのいかにも鬼軍曹って感じの人。ラムダ。はっ。お目通りするのは初めてよね。この方が我らがシャドウガーデンの主、シャドウ様よ。さあ、イエスさ。おお。構成員の訓練を担当しております、ラムダと申します。シャドウ様にお目通りできましたこと、何より組織の采配にて我が命をお救いいただきましたこと、心より深く感謝いたしますとともに、このシャドウガーデンのため今後も粉骨最新の心にて励んでまいります。うむ、すっごい、これは相当の演技派。悪魔月が魔力を扱う上でのリハビリを兼ねた狩りや護身向けの戦闘訓練の担当者なんだろうけど、秘密組織において構成員を鍛え上げる軍隊前としたストイックな女幹部風の佇まい、なんとも美しいテンプレの集合体だ。しかも理由は旗から見てよくわからんけど、片目を常に閉じているのがポイントの高い異世界仕草。影の実力者ごっこにおいてこういうタイプの存在はいぶし銀的に光る逸材と言っても過言ではない。にしてもアルファ、この人も元悪魔月とはいえ、こんなコテコテな人材を見つけてくるとは。とにかくこちらも相応のリアクションで返してみせないと。よし厳しさの中にも魔力への慣らしを含ませるか。軽眼だな励むことだ。さあ、イエスさ。うむ、この世界でこれ系の敬礼初めて見た気がするな。そしてここからの実力者ムーブそこだ。これってまさか隠し通路。このような設計図にない仕掛けが存在していたなんて。魔力と空気の流れを読めば一目瞭然だ。全く流れが通っていない区画があることは自然な状態としてはむしろ不自然極まりないのだからな。もう、イータったらこんなものまで隠れて作って。ひよっこども、訓練内容を変更する。これより訓練場の隠し通路捜索を行う。これは演習ではない。繰り返す、これは演習ではない。何かありそうだなってつついてみたら大正解だった。実験至上主義のイータがやりがちな隠蔽ってやつだね。まあ人目の多い場所でやらかして目立つよりよっぽどいい。そういう意味でもこのことはうってつけの場所なのかも。イプシロン、案内を続けてくれ。はい。それでは城の方へ参りましょう。また会おう、ラムダ。はっ。悪魔月の戦闘訓練においては事前のリハビリが大切かもしれないという仮説。新たに得た魔力へと自らの体を慣らすことの大切さを、私が自信を持てなかった部分をさりげなく後押ししてくださった。まるで静かな夜に優しく寄り添ってくれる影のように。あの方が我らの名手シャドウ様なのだな。よし、アルファ様に訓練メニューの改良案として事前のリハビリ期間を組み込むことを正式に上申しよう。と、このように古都の建築を修復しつつ拠点として利用しているのです。うむ、古都というだけあってちょっと古めかしいけど、言い方を変えれば古き良き雰囲気にあふれている。一般的な王族や貴族の別荘ともまた違う歴史の重みを、物事の積み重ねを実感できる作り、つまり長年の研鑽に彩られている。
人里離れたロケも影の実力者の拠点としては申し分ない。しかし主様、この本拠地には足りないものがある。足りないもの、この場所には決定的に足りないのだ。そう、地の利が。主様、僕が魔剣士学園で寮生活をするようになればもっと来やすくはなるんだろうけど、今の僕の立場としては影の実力者ごっこのために影の家の屋敷から全力ダッシュでここに来てもすぐに帰らなくてはいけない。非現実的すぎる。主様、この本拠地に足りないものというのは？この地はあくまでアルファたちが女子会ピクニックの末に偶然見つけたであろう悪魔月の安住の地。そしてみんながここを本拠地という設定にしてくれて僕の趣味に付き合ってくれているのは嬉しいことだ。だからこそここで地の利のなさをはっきり指摘しても結果としてどうにかなるような話ではないし、気を使ってくれたみんなをがっかりさせてしまうだけ。よってここは時間をかける、今の僕にとっては難しい設定なのだということをさりげなく気づいてもらう方針でいこう。案ずるな、この地そのものに不足などはない。あくまであるのであればある方がいい。そんな概念が多少足りないというだけのことだ。主様、そろそろ帰らなくちゃね。朝から晩まで姿を見せなかったら不審がられちゃうし。今日は案内ありがとう、イプシロン。また来るよ。はい、こちらこそありがとうございます、主様。深淵の森までお見送りいたします。この地に足りない概念、きっと主様は私たちを試していらっしゃるんだわ。主様の考えていることをちゃんと理解して、このアレクサンドリアに不足しているものを補えるのかを。とにかく七影のみんなと相談しなくちゃ。